トラクションとは、タイヤが路面と接し、その力で車を動かす力です。F1 マシンは、非常に高い馬力とトルクを発生するため、トラクションが非常に重要です。トラクションが不足すると、車両はスリップし、コントロールが難しくなります。F1 マシンのトラクションを向上させるためには、タイヤのグリップ力と空力性能を向上させることが重要です。タイヤのグリップ力を向上させるためには、タイヤのパターンやコンパウンドを最適化する必要があります。空力性能を向上させるためには、車両のボディ形状やウィングを最適化する必要があります。F1 マシンは、トラクションを向上させるために、様々な技術を採用しています。例えば、タイヤには、ドライ路面用、レッド路面用など、様々な種類のタイヤが用意されています。また、車には、空力性能を向上させるためのウィングやディフューザーが装着されています。F1 マシンのトラクションは、レースの勝敗を左右する重要な要素です。ドライバーは、トラクションをコントロールしながら、タイムを削り出すために走行する必要があります。トラクションとは、タイヤが路面と接し、その力で車両を動かす力です。F1 マシンと乗用車のトラクションの違いは、以下の通りです。タイヤの性能。F1 マシンのタイヤは、乗用車のタイヤよりも高性能です。タイヤのパターンが少なく、コンパウンドが柔らかいため、路面との摩擦係数が高く、グリップ力に優れています。また、F1 マシンは、タイヤを冷却するためのくっとり入れ口が、タイヤ付近に直接開けられています。これにより、タイヤの温度を適切に保つことができます。空力性能。F1 マシンは、乗用車よりも空力性能に優れています。車体は空気抵抗を減らすために流線形に設計されています。また、F1 マシンには空力をコントロールするためのウィングやディフューザーが装着されています。これにより、F1 マシンは高速走行時でも安定した走行を実現することができます。パワーウェイトレシオ。F1 マシンは乗用車よりもパワーウェイトレシオに優れています。パワーウェイトレシオとは、車の重量に対してエンジンの出力をどれだけ備えているかを示す数値です。 F1 マシンのパワーウェイトレシオは1対1を下回っています。これは車の重量に対して非常に高い出力を発揮していることを意味します。これにより F1 マシンは加速が非常に速く高速走行が可能になります。ドライバーの技術。 F1 ドライバーは乗用車のドライバーよりもドライビングスキルに優れています。F1 マシンは非常に高性能な車両であるため、ドライバーは高度なドライビングスキルを駆使して走行する必要があります。例えば F1 ドライバーはトラクションをコントロールしながらコーナリングを高速で走行する必要があります。また F1 ドライバーはタイヤを長持ちさせながらタイムを削り出す必要があります。これらの違いにより F1 マシンは乗用車よりもトラクションに優れています。これにより、F1 マシンは、高速走行時でも安定した走行を実現し、タイムを削り出すことができます。自動車のトラクションが不足すると、タイヤが滑りやすくなり、車のコントロールが難しくなります。トラクション不足の原因は、タイヤの摩擦が低下することです。これは、タイヤの空気圧が低い、タイヤの溝が減っている、路面が濡れている、雪が降っている、氷が張っているなどの場合に起こります。トラクション不足が発生すると、車は次のようになります。加速が遅くなる、減速が遅くなる、コーナリングが難しくなる、ブレーキが効きにくくなる、横滑りしやすくなる、スピンしやすくなる。トラクション不足を防ぐためには、タイヤの空気圧を適正に保ち、タイヤの溝を深く保つ、路面状況に応じた運転を心がけることが重要です。また、冬の季節には、スタッドレスタイヤを装着することをお勧めします。トラクション不足が発生した場合はアクセルを緩め、ブレーキをゆっくりと踏んでください。そしてハンドルをまっすぐに保ち、車のコントロールを維持してください。